ちゃっ、こんにちは、豊さん、はい、やっぱりトレードありましたね。あるよな。ありました。まだあるよ。まだありますか。あ、絶対あると思う。交流戦の終わりかけに日本ハムと中日で2対2であった。で、交流戦終わったあるよな。からある。それはあるよね。じゃあ、あるとすると第3弾が誰なんだろうという、まあ、いろいろファンの中でも SNS の中でも噂されている選手とか、まあ、名前は出たりはしています。巨人の松原なんかもな。そ う, なそうかもわからんな。まあ、ネットでも出てますし。そうだね。どうですか、豊さん、松原選手。いや、松原はある程度実績もあるし、はい、勢いあるしね、あの子は、うん、だから面白いと思うよ。で、今、まあ、例えば秋広がレフトやったりだとか、はい、まあ、センター梶谷丸とか、うん、外野手が余ってきてるというか。そうなんですよ。まあ、それだったら、まあ、出してあげた方が、まあ、彼のためだし、松原を好んで取りたいっていうところはあるんじゃないの、各球団。故障もないしね。はい、そうですよね。足も速いですし、うん、っていうことは、その松原選手を取りたいチーム。まあ、松原って一番タイプなんだよね、はい、で、一番が決まってないところっていうのは、まあ、西武だったりだとか、はい、まあ、楽天だったりだとか、うん、で、西武はもう永遠のテーマだからね、一番っていうのは秋山が抜けてから。で、今年楽天は、はい、あの辰巳を一番に予定してたんだけど、うん、ちょっと状態が上がらないんで、はい、またちょっといろいろ変えたりとかするけど、松原って割と安定的なんだよね、はい、割とやってくれるというか、いろんなことができるというかね、うん、だからそういう意味では松原人気が出るかもわからない。おー、欲しいと。欲しいということは、じゃあ、まあ、頭使えるようになったかどうかわかんないけど言われてましたからね、壁にね、はい、あれからおかしくなったとか言って頭使い出してって。そうそうそう、まあ、本能のままやらいいよ、もうこうなったら、うん、じゃあ巨人側は松原選手出しますよ。その代わり巨人は誰。やっぱり中継ぎが欲しいよね。うん、まだまだ、はい、うん、先発はある程度目処が立ってるから、先発は出すチームっていうのはあんまりないと思うけど、はい、やっぱ楽天だと、そうだな、うちとかいろいろこう、うんうん、いい感じで来てるからね、はい、まあ、それに弾き出されるのは例えば安楽とか。安楽投手、はあ、うん、とかね、はい、まあ、そういうところかな。まあ、西武だとちょっと分かんないけどな、ピッチャー。そうですね、まあ、西武もある程度実績を上げてる中継ぎピッチャーっているけど、うん、あそこは先発ピッチャーがちょっと崩壊気味だからね、今年、はい、実力はあるけどね、うん、いい成績を残せてないんで、うん、それと一番後ろの増田も、はい、ちょっと不安定なところがあって、なかなか出しにくいと思うんだよね、はい、で、オリックス、あ、まあ、豊富に宇田川が帰ってきて、はい、また1枠、はい、それで埋まる、うん、山崎総一郎がいる、うん、ワゲスパックがいる、はい、阿部がいるみたいなことになってくると、うん、誰がいいんだろうね。まあ、でもいますからね、うん、オリックス、うん、探しはいると思う。そうですよね、うん、そうですよね。でもジャイアンツからまたオリックスっていうことはあんまりこうないかなっていう。一回やってますからね、今年。一回やってんだよ、鈴木投手と広岡選手の。そうだね。で、まあ、ソフトバンクっていうのはいらんな。あ、いらない。まあ、そうか。いや、だって外野手いるもん、あそこ。確かに。ただソフトバンクのピッチャー陣って他行くとみんな成績上げるじゃないですか。ああ、まあ、大竹投手にしても梶谷投手にしても、うん、まあね、みんな田中正義投手にしても。ってことはワンチャン欲しいですっていうふうに誰かいませんかってお伺いだったんですか。確かにね、ソフトバンクの方はね、一番がいなかったんだよ、はい、で、中村で埋めてるけど、うん、本来中村は6番とか、うん、はい、2番とか、うん、そういう勝負どころで使いたい選手なんだよね、はい、で、1番っていうのはチャンスメイクの打順じゃない。だから松原みたいなのがいると、まあ、楽だけど、はい、だけどあそこは上林もいるし、あ、柳田がいる、近藤がいる、はい、で、デスパイネ取って DH が埋まる、まあ、そうなったらやっぱまた控えかみたいなちゃんとトレードするんだったら使えるところで出してあげたいよね。確かにそうですよね。あ、そうなってくるとやっぱり楽天だったり西武っていうのが、まあ、日本ハムはちょっとリリーフ陣がすごくいいからね、あそこは、はい、で、余り出してきてるから、うん、山本も取ったりとかしてるから、はい、そうなってくると誰か新庄監督の頭の中では欲しいって思うかもからね。松原選手みたいなタイプ、うん、ただいるんだよ、万波がいるとか、います、松本剛がいるみたいな、はい、センター細川磯畑とか、はい、足の速い選手がいるみたいな、まあ、でもワンチャンそのセンターに松原選手っていうのも足速くて一番でエゴシもいる。あ、そうだ、
だからそうなってくるともうロッテは余ってるしな。あ、そうですね、まだ怪我してくれてきていいよみたいな感じの高部とか荻野とかいるしさ。そうですよね、角中が出てきちゃってるし。いや、そう、調子上げてきたので、そうなってくるとやっぱチャンスは、まあ、楽天って言っても左ばっかりなんだな、あそこ。そうですね、ただ楽天も小郷が出てきた、うん、岡島がいる、はい、島内が調子悪いから出てないけど、うん、で辰巳がいるみたいな。それ今挙げた中でも全部左でしょ、はい、それまた、ま、松原また左みたいなまたかって言われますね。だからまあ西武がいいかな。西武か、うん、西武だったら可能性はあるな。ありますよね、うん、ということは巨人は西武から中継ぎできるピッチャーを一人誰かいたらもらいたいな。やっぱピッチャーはね、いくらいてもいいんだよ。そうですね、うん、だから、まあ、確かにいろんな選手が入ってきてるけど、いた方がいい。そうですよね、うん、ちゃんとしたのが取れればね、はい、うん、あと巨人でやっぱりまた松原選手と同様に名前が上がるのが石川慎吾選手。ファンもどっか他でやってもらったら活躍できるんだったらっていうふうに。まあ石川はパ・リーグ向きかもからんな、あの思い切りの良さは。だからそれはいいかも、パ・リーグと、うん、で若林っていうのもいるけど、はい、若林もやっぱ門脇が出てきて、中山ライトが出てきて、うん、秋広が出てきて、うん、浅野が2軍で待ち構えてるみたいな、はい、そうなってくると他行った方がいいな。うん、活躍できる。お父さん太陽だったから DNA でいいんじゃない。またなんかその OB 絶対くれないと思うけどね。あ、そうなんですね。でもお父さん太陽で、はい、俺の先輩で、はい、いたんだけど、ペッ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 ツバ吐く人でね。若林にまだ親父唾吐いてるかって言ったら、いや、唾は吐いてませんから。そりゃそうですよ。家で吐いてたら、ちっちゃいやつだよね。ちっちゃい、ペペ吐きながら、痛かー、ペペペペ、そんな飛ばしそんな感じだったんだよ。でも人のいい人でね、で若林もものすごい人がいいし、トレードを出してあげたら本当レギュラークラスだよね。だからセーブでもいいと思う、スイッチだし。そっか、じゃあ若林選手が西武2人ってことになるんですね。若林、まあそうだ、はい、2人の若林、まあ、2人の若林。え、DeNA はないですか。 DeNA も飽和状態なんだよね。まあ、いや、 DeNA は本当にいい選手がいるし、はい、ファームにもいるんだよ、はい、待ち構えてるのが。そうか、まあ、ただ、ね、やっぱ今年優勝を狙うとするとさ、うん、若林なんかはいろんなところができるし、はい、いいかもか。で足も使えるし、使える、どうですか。まあ、まあ遅くはないけどな、はい、遅くはないけど、うん、まあでも重宝できると思う、うん、いろんなところでな。で、まあ、あとは西武の一番候補で若林選手は。まあそうだな、うん、まあ中日、まあ、中日もやっぱこういいピッチャーはいるからな、はい、野手はまだ育ってないと言っても、うん、まあ、中日のピッチャーっていうのはいいかもな。ああ、じゃあ中日のピッチャーと。ああ、でもやらないな、中日巨人ラインやらない。ただ去年はね、中日と DeNA で結構交換っていうのはありましたけれども、これ中日 DeNA 間、うん、まあ、でも中日はもうないですか、これ以上出せる選手がどこにいるよ。誰がいる、誰ですか、ね、いないだろ、もう誰かいるの。野手ではいないと思うよ。まあそうですね、うん、だってブライト健太選手も鵜飼選手も一昨年だし、そんなにいないと思うけど、はい、即戦力が欲しいわけでしょ、トレードって。そんな将来性は見てらんないもんね、今年のことだからさ。また加藤選手が移動ってことにはもうなんないキャッチャーの、はい、キャッチャー取ったんで。キャッチャーもいらないよね、ほかいらないか。どこがいい、 DeNA か。 DeNA どうですか、伊藤がいて、戸柱がいて、はい、山本がいて、あとは松尾が控えてる。あ、そうですね、そうか、そうや。キャッチャーとしてはまだまだっていうのがね、うん、評価らしいけど、はい、だけどセンスからするとそんなに時間がかからず、まあ、打てるキャッチャーだからね。そうですね、うん、だからチャンスももらえるだろうし。ただ優勝を即戦で狙っていくってなると、それなりの経験値のあるやっぱキャッチャーを揃えておきたいみたいな。まあそりゃそうだよね、うん、ってなるとあるのかな、ないのかなって疑ってしまったりとか。ないな、ないないない。いや、多分ないと思う。ないか、うん、巨人はキャッチャーはもういらないですか。巨人、うん、巨人小林くんが控えてるから。でもなかなかね、9回お前小林がいるいないじゃでかいから。
まあ、ベンチでね。あ、守りはやっぱり空小林はいいよ。でもやっぱスタメンで最初から出るってなると、やっぱ大城選手もしくはまあ岸田選手、まあね、山瀬捕手はまだとしても、そうなってくるとなんか第三の最初から出られる捕手みたいな、ちょっといらない、いらない、大城でいい、大城で、もう大城選手だ、ああもういい、あ、じゃあいや、それは大城のバッティングを抜くっていうのは相当ハードル高いから、うん、それはやっぱり大城のバッティングっていいしね、じゃない か、 だかそんなに探さなくていいんじゃない無理くり無理くりに、まあ、ただ松原は可能性あるという、ね、ことは言えるし、はい、まあ、若林もそうだね、うん、この2人ある可能性はある、そうですね、まあ、期限がね7月31日までなので、まだあるあるある、ありますかね、まあ、交流戦終わったし、はい、何チームかはなんか動きそうな気はするけど、今も水面下で結構動いてたり交渉してたりする可能性も十分あるある、第3弾ね、ちょっとどこになるのか注目していきたいと思います、はいはい。